1年前の春、私はこの町へ引っ越してきた。亡くなったお父さんが大好きだった懐かしい竹原の町へ。おかえり。ただいま。宝物のような日々、大切な友達やたくさんの温かい人たちとの出会い、そして素敵な思い出がいっぱいに詰まった1年だった。お父さんのカメラで撮った写真たちはどれも忘れられない時間だ。そして私はもうすぐ2年生になる。新しい1年をもっともっとアグレッシブに、新しい一歩、新しい思い出、新しいチャレンジに、このカメラと一緒なら大丈夫。心と心をつなぐ写真を撮りたいから。だから私はレッツフォトなので、たまゆらムアグレッシブ7月放送開始。